東海道本線梅田貨物線梅田貨物線は、大阪府水田市の水田貨物ターミナル駅から、大阪駅北側の梅田信号場、大阪市福島区の福島駅を経由して、同市この花区の西九条駅に至る、西日本旅客鉄道の鉄道路線の通称である。東海道本線水田貨物ターミナル駅、福島駅間と大阪環状線福島駅西九条駅間の2路線に、またがっている。 経由する旅客列車の増えている現在では、梅田線と称されることもある。東海道本線と大阪の鉄道貨物の拠点である桜島線の味川口駅や2013年3月末日議りで廃止された梅田駅と結ぶために設けられた貨物線で貨物列車が多く運転されている。また、東海道本線新大阪方面と 大阪環状線福島、天王寺方面を結ぶ連絡線的な役割を持ち、京都、新大阪方面と関西国際空港や南紀方面を結ぶ旅客列車も運転されている。大阪駅は経由しない。全区間を JR 西日本の近畿統括本部が管轄している。書類上の起点は水田貨物ターミナル駅であるが、当線に入るための線路は、 その遥か北方の茨城駅南側で、東海道本線旅客線から分岐している。下り線は分岐の後、降下となって、福福線の旅客線を乗り越えて、大阪貨物ターミナル駅からの東海道、本線貨物支線と合流し、千里岡駅付近から、東海道本線上り外側線の西隣を走行する。岸辺駅の西隣に広がる吹田貨物ターミナル駅に至ると、 上東貨物線と北方貨物線が分岐する。北方貨物線は東線のさらに西側を並走する。東海道本線旅客線の副副線と北方貨物線の副線間に挟まれて南へ進み、大阪東線と合流して神崎川を渡った後、東海道、山陽新幹線の手前で北方貨物線と分かれて新大阪駅に至る。新大阪駅には東線で唯一。 旅客用の乗降設備がある。神崎川付近から新大阪駅までは、大阪東線との共用区間である。新大阪駅を出て、淀川を渡った先で、大阪駅に向かう東海道本線旅客線と、分かれると、西へカーブして新御堂筋をくぐり、続けて南へカーブした後に、阪急京都本線、宝塚本線、神戸本線をくぐって単線になる。 左前方には、大阪ステーション式として、グランドオープンした大阪駅が見え、右手には、梅田スカイビルがそびえる新梅田式が広がる。梅田駅跡にあたる梅田信号場を過ぎると、東海道本線をくぐって、大阪環状線の北側に出て並走し、福島駅北側で何は筋と交差する踏切を通過する。ここまでが、書類上を東海道本線とされている区間である。 その後、地上から高架に上がる。ここから、西九条駅までは、大阪環状線の増設線を通ることになる。降架区間を走行して、阪神高速3号神戸線をくぐり、大阪環状線の大駅を通過すると、終点の西九条駅に到着する。線路は、基本的にそのまま、桜島線へ合流する配線となっているが、旅客列車は西九条駅の手前で、 大阪環状線に転線できる。2020年3月14日、ダイヤ改正時点で、定期貨物列車は、桜島線味川口駅発着列車が5往復のみ、運転されている。全列車が、水田貨物ターミナル駅を発着あるいは経由し、その先の発着駅は、大阪貨物ターミナル駅、京都貨物駅、東京貨物ターミナル駅、 仙台貨物ターミナル駅が設定されている。梅田駅廃止前の2011年3月改正時点では、追田信号場方面からの梅田駅行き列車が15本、梅田駅始発列車が13本運行されていた。このほか桜島線に直通する安治川口駅発着の列車が、毎日運転の列車が1日3.5往復、土曜、休日運休の列車が1日1、 往復運転されていた。現在運行されている旅客列車は特急、はるか、黒潮のみである。旅客案内においては路線相性は特に設定されていないが、関空特急はるか号のように、道路線を通る列車名が用いられている。旅客列車の運転は1988年の奈良シルクロード博覧会開催に合わせて、 関西本線の臨時快速が新大阪駅、奈良駅間で運転されたのが最初である。定期列車の運転は、1989年7月22日に、天王寺駅構内の半和段落線が完成し、半和線、規制本線の特急、黒潮、スーパー黒潮が、大阪環状線、梅田貨物線を経由して新大阪駅、京都駅への乗り入れを開始した時からである。 南紀方面から新幹線接続駅へ直接乗り入れることができるルートは、それまで阪和貨物線、関西本線、奈良線を経由して京都駅に至るルートであったが、これ以降は梅田貨物線を経由して運転されることになった。1990年3月からは沿線で朝釣りに向かう旅客によく利用されていたことから、大工房列車とも呼ばれていた。 新宮駅行きの夜行快速列車が天王寺駅始発から新大阪駅始発に変更されている。1994年9月4日に関西国際空港が開港し特急、遥かが京都駅まで運転されるようになると梅田貨物線を経由する旅客列車の数は大きく増加した。2010年には平城線と1300年記念事業に協賛して 行われた、奈良デスティネーションキャンペーンに合わせ、臨時特急、マホロバが奈良、シルクロード博覧会の臨時列車と同じく、新大阪駅奈良駅間に運転された。2018年3月17日のダイヤ改正で、朝と夜に1本ずつ運転されていた新大阪発、帰省本線直通の快速、朝に1本運転されていた、和歌山発新大阪駅の B 快速が廃止された。 定期列車として運転されている車両は次の通り、貨車は省略する。なお、神崎川橋梁北方から新大阪駅間は、大阪東線と線路を共用しているため、大阪東線の車両も走っているが、当項目では除外する。旅客列車281系水田総合車両所、ひねの支所と京都支所の電車で運転されている。 貨物列車 EF210 経過車は一往復のみ、長物車でそれ以外はコンテナ車で蘇生される。旅客列車貨物列車地下連絡通路付近にある東京起点の556キロポスト。遠方に梅田貨物駅。1928年、大阪駅の北側に貨物駅として梅田駅が開設されるのと同時に開業したが、当時の梅田駅は、 大阪駅と同一駅の扱いで独自の営業キ路が設定されていなかった。また、1934年には西成線の福島駅まで延伸されたが、これも営業キ路が設定されていなかった。梅田貨物線に独自の営業キ路が設定されるのは1961年のことであるが、旅客列車の設定がなかった。 旅客列車が運転を始めたのは1988年からだが、運賃計算の際には、梅田貨物線経由の営業キロを適用せず、大阪駅経由で計算することとなった。かつては新大阪駅では、当線を経由する旅客列車は上り下りとも、東海道本線の上り外側線へ転線して、客扱いを行っていたが、2011年以降、 進められていた大阪東線建設工事の過程で当線用の乗り場が設置された。2019年3月16日に大阪東線が開業し、神崎川橋梁北方から新大阪駅までの区間は当線との共用区間となった。2004年10月の近畿地方交通審議会答申第8号では、京阪新県において、 既存施設の改良に監視検討すべき、主な事業として、大阪駅北地区再開発に関連して、支障となる、梅田貨物線の中津福島駅付近を地下化すること、及び九条梅田線と四つ橋筋との交差点北西部付近に新駅を設置し、特急、はるかや、黒潮などの特急列車を停車させることで、 関西国際空港や和歌山方面へのアクセスの向上を図ることが盛り込まれた。2011年4月に JR 東海道線四川地下化事業及び梅北に区域新駅設置事業として都市計画決定がなされ、2015年1月に事業認可を取得、同年11月に着工となった。2023年3月に 地下線への切り替えと新駅の開業を予定しており、2020年3月には大阪駅の一部として開業することが JR 西日本により発表された。計画としては、新大阪から淀川を渡って JR 京都線と分かれた、当線は大阪メトロ未動筋線を乗り越えたあたりから地下へ下って行き、阪急電鉄中津駅の北側でトンネルに入る。 そこから現在よりも東のルートを経由する。すなわち、グランフロンと大阪北間西隣の道路下を通り、南間の西側から南西に緩いカーブを描きながら、福島方面に向かうルートを通る。新駅はその緩いカーブ上に2面4線の規模で設置される。そして、JR 神戸線との交点の直前でトンネルを抜けて、現在のルート上に戻り、 福島駅北側の清瀬生橋踏切手前で地平レベルに達する。さらに、同地下ホームには、北梅田駅 JR 南場駅、南海新今宮駅間を結ぶ路線として、計画されている、何わ筋線が乗り入れる予定である。ありがとうございます。